今朝イカ飯を放牧に出したよ。放牧っていうのは秋になって寒くなるまで牛をずっと外に出しておくことなんだわ。なんで？まだ子牛だからさ、大人になるまでは子供を産んだりおっぱいを出したりできないっしょ。うんうん。だから大きくなるまでは餌代や手間がかからないように放牧地に出しっぱなしにしておくのさ。寂しくないのかな？最初は寂しいかもしれないけど、お友達もいるし、一日中遊び放題、草食べ放題だから慣れてくると結構楽しいんじゃないかな。そうね。雨が降ったらどうするの？木の下に固まって雨宿りしてるっしょ。なるへそ。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、どうも、続きやっていきたいと思います。なるへそ、なかなかの死語ですよね。じゃあ昨日の夜やってたのはそういうことだったんだな。あれ、いなくなっちゃうっていうのは。今日どうしようかな。あれ、おばちゃんどうしたんだ。ボク君、放牧中の子牛たちの名前教えてあげよっか。うん、教えて教えて。じゃあまずこの子はね、ピロシキっていうの。変な名前。緑がつけたんだわ。ピロシキって何？カレーパンみたいなやつよ。知らない？うん。もしかすると内地では知られていない食べ物なのかな。ピロシキってなんだっけ？ロシア？増えたな、やっぱ。一匹増えただけでなんか、あれ、狭いなって思っちゃうね。あ、おじいちゃんあんなとこにいる。今日から外に出してあげたんだけど、あんまり喜んでないみたいだね。やっぱりお母さんの近くがいいのかな。あ、虫がいるぞ。あれ、あ、持ってんのか。後ろのこの、これこれ。あー、これも見たことあるな。なんかいるね。時々蝶がものすごくまとわりつく時があるよね。あれ何なんだろう。またいるぞ。あ、ニューじゃないのか。こっちは捕まえたことある。こんにちは。よし、またまた一句できたべ。麦畑、デートしたのは君と僕。うん、まあでもまだマシな方だから70。なかなかいい評価だべ。いいセンスしてんな。よし、じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。前は確かこの一番最初のこの部分と真ん中と最後だけはもう同じやつにしたんだよな。そしたら100点が出たんだよ。ってことは多分炎天下、焼いて食べたらジンギスカン。焼いて食べたら美味しそうにしようか。どうしようかな。ジンギスカンにしようか。炎天下、焼いて食べたらジンギスカン。
これはなかなかの出来栄えだな。お、名付けて、さて採点は。え、何それ。やった。夏、国道沿いの店で売っている路地物のスイカのようなたくましさが感じられる一句だべさ。なかなかすごい見直しだべさ。それはいいけど、耐久ジンギスカン時刻ってな。これにて中級合格、2級を与える。次回また精進して頑張るようにな。はい。なんかあっけに取られちゃって、なんかあんまり喜びようがない。ん、また何かよっかい。トラック、ああ奥の淵行こうかな。よっしゃ、じゃあ牧場の向こうまで一緒に行くべ。ありがとうおじさん。なんもさ。うわ、何あれ、羽が変だね。なんかなんかすごいな。あ、ビッグ。おーおーおお、でかい。しかもこれでかかったらなんか意味あんのかな。何かいるかな。やったね。あ、持ってるなこれ。砂糖水を使おう。何かいるかな。いるか。おお、いるじゃん。うーわ、すごいの。でかー、でかい。すげーのがいたな。何かいるかな。何もいないよ。ありゃ、あれ、くそ、よし。うわー、何あれ、なんか星が、何あれ、あの名前の左にあるやつ、何や、何あれ、核変。これすごいね、このフォロースルーがいいね。よし。こんな虫いるの。嘘みたいな、派手な。やったー。おお、でかっ。おお、気持ち悪い。あれロブスターとかのでかさじゃない。あ、こんなんも取れるんだ。キリギリス、カラフトキリギリス。へえ、足があんな赤い。この木は関係ない、関係ない。なんかいる、なんかいる。ああ、あ、じゃあ新しいやつじゃないか。こいつ、あ、ニュー。うわ、すごいな、派手。何かいるかな。
やったね。あ、深山か。まあ入れとくか。あ、なんかいる。えっ、うわ、でかっ。王冠ついてる。なんかいる。へえ、こんなんもいるんだ。あ、うわーい、そういうつもりなかった。えらい高いとこからジャンプしたな。入り口があったような気がしたんだけど、気のせいか。あー、前のとこか。あ、いっぱいいる、ニューが。あー、見たことある、これも。これは？あ、ニュー。なんかまた星ついてる。あの星何？ギャギャ。あ、どうしようかな。虫行こうか、これで。私は釣り竿を取り出して蜂の巣をツンツンしてみた。ところがツンツンされたのは私の方だった。あららららららら。あれ？何してたんだっけ？あれ？みどりちゃんはいっつも家の仕事を手伝ってるの？そうだよ。動物相手の仕事は休みの日がないんだからしょうがないよ。うんうん。あっちに帰った後でも牛乳を飲んだ時に我が家の苦労ちょこっとだけ思い出してね。うん。ものすごく大人なこと言ってんだ。我が家の苦労を思い出してね。取ったことあるのか。わあ、まだ王様いるな。ねえ、王様ってどうやって王様になったの？よしよし、いつも通り。お前、魚釣りやってる？そういえば北海道の魚は内地に比べて釣りやすいって緑の父ちゃんが言ってたな。なんでだろう。用心深くないんだって。あと、そっちの木にクワガタがいるけど、たくさん取んなよな。どうやったらたくさん取れるの？なんか、甘いものを木にぬんのさ。甘いもの？台所にある砂糖を溶かして、砂糖水を作っておいで。こんにちは。今日もみどりちゃんがいないね。うん。今日も牛の世話だよ。昼過ぎからは庭で合唱会の練習するってさ。こいつニューじゃない？ニュー。でかっ。ニュー。緑しじみ。しじみ？虫相撲厄介。俺様に勝とうなんて2万5000年早えぜ。今日はみどりちゃんがいないから呼んでこなくちゃ。来たよ。今日の生贄はみどりちゃん。
さて、カブトムシをどう倒すかだな。増えたな。ちょっと整理しよう。さあ、整理した。これ蝶って戦わせられるのか。まず俺が相手だぜ。はい、あ、いけないよな、そら。ちょっと奥さん使ってカブトムシ行こうかな。こいつ、技を全部覚えたやつを出してきたぜ。行け、俺のカブトムシ。なんとか勝てんかな、これ。頑張れ。頼む。パワーで押し切ってもう相手のスタミナを。行け、もう一発。あの傘くるくるみたいな やらないうちに。負けちまうよ。いけ、頼む。ああ、それそれそれ、きついわ。俺の勝ちだぜ。あれ出されたら勝てないな。マジか、あれ強いな本当に。じゃあこれで決まりさ。しょうがない。これか、あ、これじゃないの。どれだ。奥さんよりも1ミリでかい。このミヤマクワガタ捕まえたんだな。いけいけいけ、頑張れ。よし、うわ、負けちまうよ。今回は今回さ。よし、次は私だよ。待ってね。いい感じ、いい感じ。うわ、出た出た。それなんだそれ、まったく。奥さん、奥さんじゃないな、これ。なんだ、なんて言ったんだよ、これ。おばあちゃんか。おい、動いてくれ。よし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 。負けないで。うわ、なんだあの技。負けないで。パワーでいけ、パワーで。パワー。ギリギリ。あれ、私の負け。よし、危なかった。カドリア、次は私だよ。よいしょよいしょ。オスだけど姫ってけど。待ってね。でかいぞ相手。いい感じいい感じ。いやー、まずい。いい感じいい感じ。私の勝ちっしょ。強っ。ちょっと強いな。あら、なんか強そう。よいしょよいしょ。よし、いけ。待ってね。すごい戦士。いい感じいい感じ。うわ、まずい、やられちゃう。いい感じいい感じ。頼む。いけ、そこよ。ありゃ、私の勝ちっしょ。強すぎる。同じので行くか、赤い専門家。待ってね。そうだよな、やっぱ負ける要素しかないもんな。待ってね。いい
感じ、いい感じ。私の勝ちっしょ。自分で勝負投げ出したぞ。待ってね。頼む頼む。負けちゃうこれ。いい感じいい感じ。あれまあ楽勝かな。強い、勝てん。僕くん、虫ランクを弱いに切り替えて持ち駒を少し鍛えてきた方がいいべさ。手応えがなさすぎるんだわ。くそ、散々言われてる。じゃあこれにしよっと。ちょっと前までこっちが強かったのに。あれ？私の負け？早いね、動きが。次は僕の番だべさ。よし、行け！おお、すごいすごい。うまっ！あー、悔しい。頑張れ！出るんじゃ、今回は今回さ。待ってね。あれ？私の負け？飛び蹴りなんだあれ。負けないで。あれ？私の負け？よし、10勝。この虫も10勝だべさ。名前をつけてあげるっしょ。まあ、金色だから金色にしようか。金色の金色の仮面、仮面つけてるみたいな感じだね。でも本当に金色の仮面にしようかな。次は僕の番だべさ。よし、行け。うわ、まずいっしょ。これはもう弱いレベルじゃないな。うわぁ、すごいなスタミナ。頑張れ。うん、パワーじゃちょっと分が悪いな。うわ、負けちまうよ。あ、そうでもないな。よし、うわ、負けちまうよ。スタミナ、スタミナ。よし、負けたよ。よし、次は私だよ。さあ40連勝かけてキングと戦おう。いけ、俺のカブトムシ。いけいけいけ。頑張れ。頼む頼む。よし、勝った。強い、40連勝達成。負けちゃったよ。せっかくムロランのデパートで買ってきてもらったのに。あれ、なんでデパートなの？北海道はカブトムシがいないべさ。ねえ、せっかく買ったんだから僕くんにあの秘密を教えちゃおっか。まだ早いよ。いずれ俺様の最終兵器で勝負さ。だからあれも反則だってば。じゃ、したっけしたっけ、バイビー。え、そんじゃ僕くん、また虫相撲をやりたくなったら呼んでね。キングに勝ったら強制終了させられた。いや、やっぱり安心安全安定の美山ブランドでございました。さて、何しようかね。
虫取りでもしましょうか。あ、なんかいますな。あれ？おお、なんか飛んでる飛んでる飛んでる。早いよあれ。あれ無理じゃない？早すぎるよ。いや、思いのほか嬉しいな。お腹すいたろ？あれ、もうご飯だよ。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。みどり、お前昨日晩ご飯の後いなくなってたけど、どこに行ってた？家の前でピロシキとお話ししてたんだ。ブラシかけたりとか。今日もこの後行くのかい？うん。遊びほうけてて、みどりちゃんの合唱の歌の練習聞くの忘れてたの。なんか気になることがあったんだろうか、おじちゃんは。山の中の探検楽しかったね。うん、僕も楽しかった。ねえ、あんたってやっぱりあの時のこと覚えてんじゃないの？何のこと？小さい時この家に遊びに来て、ウソンコで私と約束したことだよ。ふといきなり何かを思い出したような気がした。でもやっぱり気のせいだった。ダメだな。これ閉めなきゃいけないな。どう計算しても赤字になっちゃうべさ。赤字ってって何？例えば6月はものすごく売り上げがあったけど、7月は暑さであんまし牛乳が出なかったの。そうやって損した時を赤字って言うんだわ。僕なんか暑いと牛乳をたくさん飲みたくなるのにね。そうだよね。戻ってきちゃった。未だにちゃんと把握できてない。寝ますか。はい。あれ、よしよし。また焚き火してるな。ガラスって透明なものと色のついたものがあるけど、あれはどうしてるの？色をつけてるんです。もしくは色のついたガラスを溶かしてる。緑色の瓶を溶かして作ると緑色になるの？そういうこと。だったら材料には困らないね。うん、そうなんだわ。だったら材料には困らないね。うん、そうなんだわ。ああ、眠くなった。ボクくん、絵日記書いて、おやすみなさいしよ。うん、おばちゃん、おやすみなさい。
ザミカがお相手いたします。夏の夜は静かなようで華やか。おお、虫相撲でカブトムシに勝ったんだ。相手もなかなかやるけれど、いつも僕にはかなわない。なんか嫌な笑顔が見えるな。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではさようなら。